鹿児島県立大口高等学校は、鹿児島県伊佐市大口里にある県立高等学校。2011年度より、アイラ等学区と合併し、アイラ伊佐学区となる。作詞、海音寺長五郎作曲、古関雄二四番まである。主に、伊佐市内、及び湧水町、霧島市などから通学している。2014年、大口高校の定員割れが続く中、 優秀な中学生の市外への流出を防ぐことを目的として、伊佐市により大口高校活性化基金が設置された。基金の5000万円を原資に、東大、京大、旧大など旧、定大と総計など難関私立大の進学者に100万円、他の国公立大や同程度の私大進学者に30万円の奨励金を支給する。同基金を使った。 有名予備校の講師による特別講義も導入し全国でも同校が注目された。北札の言う、普通科新学校として、東京大、大阪市立大、広島大、熊本大、早稲田大、慶応義塾大、明治大、立命館大、産業医科大、福岡大学学部等の合格実績がある。2016年は、九州大学理学部。2016年度は12名。 2018年度は9名に交付された。2021年2月19日、橋本金谷市長は2021年度を最後に現行の奨励金制度を終了する方針を明らかにした。ありがとうございます。